ちょっと母ちゃん、カナはあんたのことが好きだって言ってんの。は？先生が俺のことを。行くよシオ、免税バッグが私たちを待っている。買い物したかっただけだろう。サキさんはどこでも元気だな。母ちゃんのせいで先生の顔を見るのがなんか照れ。佐藤！はい。何をぼーっとしている？すまんが日焼け止めを塗ってくれないか？これだって他に頼む人がいないからであって。どうでしょう。ああそんな感じだ。次首元を。先生は俺のこと本当に好きなんだろうか。ああ大好きだぞ。いや今のは。